はい、こんにちは。カンピオネの辰巳です。50メートルを速く泳ぐためのスピード養成コーチの辰巳です。えー、っと、ごめんなさい <coughs>。ちょっと、あの、鼻風邪をね、ちょっと引いたんで、ちょっと聞き取りにくいね、もともと滑舌悪いんやけども、聞き取りにくい部分があるかもわかりませんけども、まあやっていきます。で、今日は、えーっとね、ランニングね、ねランニングを取り入れたいんですけども、あの、水泳の、あの、 スピードにグッと役に立ちますかっていうねえっ、ー、とことについて、えー、ちょっと話がねあったんでちょっと説明していきますでえっ、ー、とまあ僕個人的にはあのだえっ、ー、とね高校大学ぐらいねの時はもう結構ランニングねマラソンみたいな感じですよねあの1日4キロとかね5キロ多い時は10キロランニングを重ねたんですけどもまあ その結論から言うと、あまり、まあ僕は、あまりね、あの、影響はなかったように感じます。ね。だからまあ僕的には、その辺に、あの、ね、やっぱりマラソンと、ね、あの、そういう水泳は、また、まあ、結構肺をね、使う競技ですけども、まだ、やっぱり使い方がね、違うと思うので、まあその辺でね、一致がしないんで、まああまり効かないんじゃないかっていうような考えは持ってます。ね。ただ、 あの水泳ねあの、水泳部の子が持久走を始まったときに、結構ね、あのその周りのサッカー部とかね、あのラグビー部とかねあの、バスケットボール部を差し置いて、上位に行くっていう人が、まあ結構ね、あのいてますんで、だからまあ、それを見てると、因果関係なんかね、そのあの水泳にも効いてくるという因果関係は、 あるんかなっていいうのは思います僕もねでそこで、えー、とやっぱり人それぞれやと思いますこんなんねあの人によりけりっていうやつですよねだからあの聞く期間はそうあの人によりけりなんであの簡単なテストをやってみてくださいね今から言う簡単なテストねで、えー、とまず、えー、と週 <laughs> まああのどうしよう現役の子に聞かれてるけど、まあ、マスターズスイマーでいきましょうか、ね、週3回泳いでるとします ね、えっ、ー、と、月水金で泳いでるとします、ね、でそうすると,、えー、と、月曜日と金曜日の泳ぐ前,前に、まあ、ジムとかで泳ぐあの走あの行くんであれば、まあ、上にトレッドミルとかありますよね、それとか、あの家,からの家からの距離で、えー、と5分ぐらい、ね、五分ぐらいの人は、そこでね、あの5分間のランニングを入れてみてください。 月曜日と金曜日。水曜日は何もなし、ね。月曜日と金曜日で、その前に5分間、約5分間の、だいたい1キロ前後ぐらいですよね。あの普通の、ね、素人の人であれば。ね、でそこで、えーと5、約5分のランニングを入れてみてください。でそれを、えー、とできたら、えー、と1ヶ月、まあ、3週間でもいいけど、1ヶ月ねあの続けてください。だから4週にわたってね。 続けてみてください。で、この時にあの初めてね。やる時と1ヶ月経った後ね、ねのスイムの自分の練習中のタイムとか調子が全く上がらないとか、逆に落ちましたね。逆に落ちました。という人はランニングは入れるべきではないと思いますランニングは入れるべきではないと思います。はい、ほんでえーと逆に。 1>, えーとね、1ヶ月ね1ヶ,月1ヶ月間や,やり続けてスイムの調子が上がるとか、えー、とスイムの時のスピードが上がったという人はこれをしっかりと続けていってください、ね、ランニングを入れて続けていってください、ねでえー、ともう1個ねあ,のちょっとあるんですけどもラン,ニング、ね、ランニングをした後のスイムは調子が上がる,上がるのに 普通の時水曜日のスイムの時はまあちょっといまいちかなっていうような人こういう現象が起こるようであればこの人はあのちょっと軽くランニングしてからあのスイム練習に入るといいと思います。ね、でこの場合ねあのランニングしてスイムの時にスイムの調子が上がる人は、えー、と実際のレースの時でも試合の,あのウォーミングアップとしてねウォーミングアップとして、まあ、試合の会場の。 周りでで、もいいと思うんで試合のプールサイドで走ったらちょっとね怒られたりちょっとこけたりしてねちょっと恥ずかしいんで、えー、とプ,ールプールのねあの周りとかでもいいんで5分間ぐらいねあのランニングをウォーミングアップとして入れるのもおすすめやと思いますねでこの、えー、と3つねあの今3パターンであのどれに当てはまるかっていうのをね確かめてもらって 自分自身があのランニングはをあの水泳に生かすために取り入れた方がいいか悪いかっていうのを見極めてもらったらいいと思います。はい、で今日のまたあのちょっと話ね、役立った,ったっていう人は、いいねボタンとかね、またちょっと押して,もら押してください。で、えーと、またチャンネル登録ね、またよろしくお願いします。